はい、初動アート工房大キャノンの、動画になります。どうもよろしくお願いします。これからですね、初動アート工房大キャノンで、まあ、お受けできる初動アートの、例みたいなねものをちょっと動画にして書いていきたいなと思っております。まずはですね、過去ちょっといただいた、例の中から、まあ、その時は筆ペンで書いてお渡ししたんですけれども、またね、それを、ちょっとですね、ちょっとこの筆で書いてみて、それをですね、まあ、こんなの書けますよ、みたいなのをね、皆さんにお見せしたいと思いますので、ちょっとこの書いてる場面をね、ぜひ、見ていただけると、嬉しいなと思いますので、では、ちょっと書きますね。ではまずですね、今日は、お祝い、以前ですね、結婚された、ご家族への、ちょっとウェディングのシーンを、ちょっと書道アートで書いてくれないかということで言っていただいた、方の、ものになります。ちょっとそれをね、今ちょっと再現して、こんなのを書きましたというのをね、ちょっとやってみたいなと思います。はい。では、できました。一応ですね、前回ね、こんなものを、ちょっと、書かせていただいて、額に入れて、ちょっとお送りさせていただきました。すごくですね、まあ、これ弟さんの結婚式とか、言われてましたかね。それで、なんかその結婚式の時の、お写真いただいて、それを、こうやって書道アートにさせていただいて、送らせていただきました。まあ、送料、まあ、着払いで送らせていただいて、まあ、非常にお父さんも喜んでたっていうことで、非常に私も嬉しかったです。まあ、今もね、もしなんか、ここで飾っておいてくれたらすごく嬉しいなと、今思ってますが、非常にですね、私もいい経験と、すごい嬉しい思いをさせていただきました。こういうふうにですね、お祝いごとの、お写真とかいただければ、書道アートにして、額に入れて、お返し、お送りすることができます。一応額代とか、はいただきますが、あとは、着払いで、送らせていただくっていうことで、まあ、多少お金は、かかりますけれども、まあ、その、書き代というか、私の作業代というのは、いただきませんので、もしね、まあ、非常にお安く、手に入るんじゃないかなと思いますので、もしね、欲しい方は、ご依頼の方よろしくお願いいたします。私の、Gmail、あと、Twitter、Instagram の、DM に連絡いただければ、お対応しますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、まず、こういうね、お祝いごとに、書道アートどうですかという今日は動画を撮らせていただきました。もしご興味ある方は、ご連絡の方お待ちしております。それでは、さよならー。